袋掴まれてる。胃袋はね、掴まれてるね。掴まれてますね。掴まれてますね。やったそれめっちゃいい褒め物。じゃあこれあげるね。やった。いいよ。食べて帰ってきても食べるもんね。食べて、そうだね。そうなんだ。ちょっとちょっと、あの新作料理が出ると食べる。新作料理ちょっと取っとくの。新作料理っていうのはいつも宣伝がされてるの。今日は何作りますか、うん、いや、あの、来るじゃん。今日はこれだよっつって、あの、LINE で画像がプリンって。うまくできたとかね。で、それで新作だと帰ってあ、そう、この間ロールキャベツ作ったよね。トマト煮込みのね。新作だった、それは。そう、新作だった。送った。やっぱ料理楽しみになるもん、帰ってきて。仕事終わってお腹空いてるときは帰って食べるのが楽しみですね。いいですね。頑張ります。普段そう言ってもらえることとか、あ、でも結構褒めてくれる。うん。美味しい美味しい。うん。言うよね。美味しいって。癒されるって言うけど。本当。いや。いいな。いいな。普通にいいね、なんか。いや、内臓そうだな、これ。いいこれやってあれやってとかこれしちゃダメとかそういう制限はしない方だから、うん、まあ自由楽なのか、あのカードと一緒に特になんか別に何を求めるわけでもなく、うんうん、だからなんだろうな、好きなとこ自分らしく入れる、私が、あ、うん、すっぴんでもどんな顔でもというか寝顔でもなんかそういうのもなんかこう別に何も言わないし何も思ってないだろうからなんか楽で言えるから落ち着く。大事にしてるところはまあ嘘をつかないことですかね。なんていうのかな、変わんないかな、変わんない人なんだっていう安心感はあるかな。ずっと一日いてもたまにこう会ったりとかする時でも変わらない裏表がないという感じがまあ安心する点の一つでもあるよね。カナコにとってリナちゃんってどういう一言の存在ですか。癒しかな。癒しかな、うん、考えたことないからわかんない。パッと出てくるのは、うん、そのいつもまあ楽しく癒されてる感じがあるから癒しかな、うん、大事な存在。大事な存在。それはどうしてそういうふうに思える。一緒にいるときに、なんか私の居場所だなって思うからと
もう笑って楽しくにすつきますね。あそれだけ。ベリアちゃんの笑顔。そう、全員笑ってればもうそれでいいから。まあ、おじいちゃんおばあちゃんまで、うん、今の関係のままいいかな。ずっとなんていうの、笑ったりとかふざけられるおじいちゃんおばあちゃん。なっていけば。うん。みんなちゃんのこと愛してます。愛してます。愛してます。なんで愛してるなの？3月22日に結婚式されるということで、まあ、おめでたいのかおめでとうございます。まあ、結婚するって聞いてから約1年経ちまして、で、まあ、見た雰囲気の感じからすると大丈夫なのかなって思いましたけど、まあ、今いろいろこちらに来ていただいて3人から話を聞いたり画像を見せていただいて、まあ、やっていけんだろうな、幸せな家庭が作れるのかなと思います。で、まあ、一言って言われてるんですけど、一応今まで撮っていただいた中にでも節々を大切にということとあとですね、メモリ、まあ、メモリって、まあ、中記憶装置あるいはその思い出記憶、そういうものを大切に一年一年なり日々なり生きてていただくと幸せがどん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 増えるんじゃないかと思います。で、その幸せは何かっていうと家庭を築く上での大きな家庭になって、まあ、いい家庭ができる。で、その家庭がいい家庭ができるとその周りの家族まで幸せにできると思います。そんな幸せな、夫婦ということで、まあ、ここにも楽しい宝になる3人組がいますので、自分だけじゃなくて周りの人たちも含めた幸せを作ってください。それが、私父親としての希望です。よろしくお願いします。結婚おめでとうございます。力を合わせて頑張ってください。周りにもいろいろ救われて生きてきたと思いますので、これからも2人のことを助けてやってください。周りにいろんな人がいることを忘れずに、できないことは手助けをしてもらうようにしてください。私たちもできる限りのことは手伝います。お願いします。もらうだけじゃなくて人にもあげなきゃダメなんだよね。
あのボーリングで稼いだものとかさ気持ちも大切だけど、まあそんなところもね大事なのかな。まあお金云々関係なくして、あの人間のつながり絆だけは大切にしてもらえればいいかなと思います。頑張ってください。はい、ゆうすけ、りなちゃん、結婚おめでとうございます。今まで付き合ってきたあの時間よりももっと長い時間2人が仲良く過ごしていけるように、あのお父さんもお母さんも祈ってます。でやっぱりそのためには2人がね、いつまでもやっぱりお互いのことを思い合ってあの過ごしていくのが一番だと思いますので、何でも相談し合って仲良くやってください。りなちゃん、あのゆうすけのことよろしくお願いします。ゆうすけは結構、マイペースなタイプなんで、りなちゃんがいろいろと明るく引っ張っていってもらえたらきっと明るい家庭ができると思いますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。私も同じように2人の幸せを祈ってます。あ、結婚おめでとうございます。これからいろんなことあるかもしれませんけど、あの明るく前向きにあの楽しい家庭を築いてください。あの何でもあの困ったことがあったら言ってくださいね。2人の味方です。お幸せに。りなちゃん、ゆうすけのことよろしくお願いします。